さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか、えー、今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いしますはい、はい、最後水曜旅行中かなってわちみさみさて昼夜2月の十九日旧暦うちな区有名め昼夜そうごいちごちのとかにあっといびんしちんうしいのしちんかいやべたんやさい 冬るちんたったあみんけい変わって地元のちんときはじまやにたはたうるわすんでのことさにおしいみ水おすいにちゆんちょべびん。春琉球新報の記事からうちなニュースうちでさびら。んのニュースを県の女性職員の年収は男性を下回るにのニュースやびんゆでなびら。 47都道府県が公表した昨年度の職員給与に関する男女格差の資料を分析すると平均年収は全てで女性が男性を下回り半数を超える28府県では男性の7割台だったことがこのほどわかりました。 47, 47あ都道府県が公表したお知らしさる、えー、昨年度九十の職員給与万人の月中テ手間について「生きがと稲くの,の数ことなえるおの税料を調べてんじゃれ平均年収は人、えー、のおのフィーチンの数だかや自分稲草が生きがやか生きなさい」。 半分余っての28府県をて稲子ゴを生きがの7割台しかねえんたることが今度若いみたい女性活躍推進法に基づき昨年度から前年度の男女差の情報開示が義務化されており全都道府県のデータが揃うのは初めてですこの女性活躍推進法自身によって 九時、えー、から名年の,の行きがといなごとの差の情報開示資金委員会広しみしいることが義務化値名となといいこの47しびての都道府県のまとめがするいせ今度初めてのくとやいびん共同通信が集計したもので平均年収の差が比較的小さく 女性が男性の9割だったのは香川と東京だけでした。8割台は12銅県で沖縄は7割台の73.5%でした。残る5県は6割台でした。くれうんくぬくと共同通信がまつ松見らもんヤイビー氏が 平均年収1人の日賃の数高の差が安ンスカ年稲ナゴがきがの9割に当たるところ香川県と東京美形やいびビータ8割台や12の同県売れから内納や7割台の73.5%点五パーセン抜くいの1チの県や6割台やいびビータ 共同通信の集計は非正規職員を含む知事部局の数値を対象としていますが自治体によって企業局などの職員も含めた数値を示しているため単純な比較はできません。この共同通信がまとめたしねこの非正規職員虫火ぬちゅう契約ぬちゅうん一ての 知事部局の数値となと及びしが自治体に言って企業局なぎのちのちゃん言っている数値となとおるためにこれ簡単語はね比べることのないビラ公表資料によると男女格差の理由は給与の高い管理職は男性が多いとか昇給に関わる勤続年数が 男性の方が長いが目立ってます。この公表資料。広さとろの税量資料資料。価値付きにいういね。行き方といなのこの差のある理由。脇脇とせ脇,脇,脇や。給与の高さの管理職。管理職一気方や行きがの王さんとか。昇給。月中のあがゆる。 金属年数ちとみとおる長さや生きがの長さが見立ちをびん稲子にびちとか小梨のあって宿地やしむるちのおう,うさることがこのテ手マのさあになとおんちをまっといびん政府は格差の是正に向け女性が育児をしながら働き続けられる環境の整備や女性の 管政法、うん、おの年収の差の年内にいるよう稲ぐ学育てやがな育児をしながら、うん、働き地域られることにするとか稲ぐの管理職イチキ単会のフィチタティンに地域栗から売にゲすることをいび中野県の女性職員の年収は男性を下回るんでのニュース えー、15日の琉球新報の記事から打ち出されたんまた水曜日にユシレビラにヘイデビルはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は上地和夫さんでした